チェコスロバキアの政治家、チェコスロバキア人民党党首、チェコスロバキア亡命政府の首相、モラビア地方、オロモーツ近郊グリゴフ出身、チェコスロバキア建国後、革命国民議会そして会議員となり、人民党の指導者として連立を組む政党間の合意形成機関であるピエトカを通じた政権運営の一翼を担った。また、鉄道大臣、 保健体育大臣、郵政通信大臣、厚生大臣、行政法務統一省を歴任したほか、アントニーン・シュベフラの病気に伴い、首相代理を務めた。1939年3月のナチスドイツによるチェコスロバキア解体後に亡命し、ロンドンに拠点を置いたチェコスロバキア亡命政府の首相となり、国家の再建に尽力した。戦後、 国民戦線に参加するも、次第にチェコスロバキア共産党の影響拡大を懸念するようになった。1948年2月の共産党による政権脱出後、共産党への追従を見せる党内勢力と対立し、党首を辞任した。その後、側近のフランチシェイク・ハーラと共に亡命を起きとしたが、失敗し、交流生活を余儀なくされた。 他のメンバーは、アントニー・シュベフラ、ルドルフ・ベヒニエ、イジー・スト・シーブルニー、アロイス・ラシーン。ありがとうございます。